はい、よしです。今回はですね、ゲームギアですね。今ですね、1,2,3,4,5,6,7 で新しく1台買ってきました。なんで買っちゃったかってよくわかんないですけども、とりあえずはなんかハマっちゃった時期、買い込んじゃった時期があるんですよね。で、それで7台で、今回安いのが見かけたんで買ってきちゃいました。で、これちょっとちょっと見てもらいたいんですけども、ソフトを挿してみるとですね、セガのコンセントって結構流用が効くんですよね。いろいろ共用のやつがあるんで、これメガドラ1用のやつですね。基本的にはメガドラ1用って言われてるやつなんですけど、 SA-160A っていうアダプターはメガドラ1にも使えるんですけども、あとこのゲームギアにも使えるんですね。で、こちらの方でちょっと動作確認していきたいと思います。で、これ買ってきたやつなんですよ。ちょっと動作確認させてもらったんですよ、電池挿して。で、これいけるなと思って買ってきたので、2750円なら安いなと思って、こんな感じの画面なんですよね。で、一般的にはこういった画面はコンデンサーの、総特価で直るって言われてますね。なんでこれをちょっと今日やろうかなと思ったんですけども、直してないっていうか正常で動作してないやつがこんだけあるんで、せっかくなんでジャンクで売ってるやつ修理してダメだったやつもあるんですけども、そういったのどういった症状を見せるかっていうのはちょっと皆さんにちょっとお見せしたいと思います。今後直していくやつもあります。で、2個1にするやつもあるんですけども、あとはまあ部品取りにしても後々になんかあれですよね、直るっていう方法が見つかったらちょっと次々にちょっと直していきたいなと思うんですけども、とりあえず8台この現状の状況をちょっとお見せしたいと思います。じゃあ今1台目やったので2台目いきたいと思います。はい、ではですね、無印のこちらの方からいきたいと思います。どうしようか。まあいいや、こっち行きましょう。こうやってこう行ってこう行きましょうか。この順番でちょっと行きましょうか。じゃあこれちょっと何も書いてないやつをちょっと動作確認してみたいと思います。はい、それではスイッチワン。これ全くあれ、なんかちょっと画面出てきたな。なんかこれ電源切った時に、あ、違うな、こっちがオフなんだ。画面ちょっと出てきてますね。ちょっとわかりますかね。で、落ちるみたいな感じで、これもしかして電源不良かもしれないですよね。こんな感じですね。これが2台目ですね。はい、じゃあ次ですね、液晶映らない音は出る未修理品ってなってますね。これで、電池ボックス、これいかれちゃってるやつですね。1個だけいかれてるやつがあったんですけども、サビサビで、あれですね。これちょっと、あれですね、汎用品使うなり、2個1でちょっと取るなりして、電源端子取りたいですよね。液晶映らないんだけども、音は出る未修理品。これも直りそうですよね。じゃあスイッチオン。こんな感じですね。画面もちょっと映ってるから、あれです、直りそうですよね、これ。音は出る？出てる？どっちなんだ？こっちかな？あ、出てる感じがしないけど。ちょっともう一回入れ直してみましょうか。はい、なんかちょっとさっき一回音は出たんですけども、音出なくなっちゃいましたね。音出なくなっちゃった上に、ちょっと入れると落ちるようになっちゃいましたね。まあでも、これちょっと画面映ってるからなんか直りそうですよね。多分電源の方のコンデンサーが抜けちゃってるのと、あと映像系のところが抜けちゃってるのがちょっとあるのかなって感じですね。これもちょっと直るかなって感じですね。ちょっと先に、あれですね、優先度高めにちょっと直してみたいと思います。で、次ですね。電源ボタンしかつかない。完全ジャンク修理済み。これ多分僕が、不慣れな頃に直して、直んなかったやつなんじゃないですかね。多分症状が全然改善しなかったんですよね。電源ボタンしかつかない、完全ジャンク修理済み。そうですね、コンデンサー全部投函したんだけれども症状が最初の状態と変わらないみたいな感じですね。
まあ、これあれですね、あの修理したところちょっともしかしたら、ミスがあるのかもしれないのでちょっと点検したいって感じですね。2軍ですね、後回しですね。次いきます。1,2,3,4,5 台目ですね。液晶映らない、電源落ちやすい、音も出ない、未修理品。どうなの、全くあれなのかな、ダメなのかな。あ、でもこれあれですね、液晶映りますね、映ってますね、こんな感じですね。これ直るんじゃないですか、液晶映らないって書いてあるけど液晶映ってますね。電源落ちやすいって書いてあると電源落ちにくいし、音は出てないですね。音は今最大ですけども出てない。ちょっともう一回差し替えてみましょう。これてくれたら嬉しいな。何も出てないですね。でもこれなんか治りそうですね。これもちょっとあれですね、優先度高めにちょっと修理していきたい。次これですね。なんかソフト触ったままでした、ね、動作品修理済み、ソフト接触悪い、音おかしいみたいな感じで書いてありますね。ちょっとこれやってみましょうか。じゃあソフトをちょっと一応差し抜きして、接触が悪いみたいですよね。画面が出てこない。修理してるはずなんだけども、これもちょっと見直してみないといけないですね。音が出ない、音なんかあれですね、雑音が出てますね。なんかじーって出てますね。これももう一回、あ、もう一回やり直してみるなり、ちょっとあれですね、ちょっと見直してみるなり、あれですよね、なんか基板がコンデンサのブチョブチョの液でダメになってるっていうのあるじゃないですか。なんでそこら辺のところをちょっと短絡してるなりなんなりしてるのをちょっと直してあげる必要があるのかもしれないですよね、こういうの。あ、破いちゃった一応こういうの大切な情報なんだけどな。とりあえずこれで、6台7台目いきたいと思います。交換済み、液晶映る、通電するけどゲームできない。次やってみたいと思います。スペースハリアー、音聞いてみたい画面見てみたい。じゃあスイッチオン。通電するけどゲームで液晶映る、交換済みなんだけどこの症状ってこれどういうことなんだろうね。うちには、8台あるんだけども今のところ7台目まともに動くのがないしかも、修理してるんだけれども直ってない。で次箱入り、これいいね、いいね。前にこれ紹介したのも多分3000円とか4000円ぐらいでハードオフで買ったはずです。これあれなんです、トリセツとかみんなついてるんですよ、袋に入ってて。トリセツもついてる、ソフトもついてる、なんかスラップもついてる、状態いい。でも確か壊れてたスペースエリア、音は聞いてみたいな。うん、こっち、え、こっちか。スイッチオン、こんな感じですねすぐ落ちちゃうすんげー綺麗なんだけどもすぐ落ちちゃう。あー、ということで、8台全部あるんだけども全部ダメっすね、全部ダメっす。まあでもちょっと直してみたいと思いますよ。まあ最悪ニコイチかなんかにして部品としてちょっと生かしたりとかしようかと思うんですけども、まあちょっと8台あって何台あれですかね、復活できるかっていうのちょっと見てみたいですよね。でプラスプラスですね、こういった感じのゲームギアのアイピース液晶化のキットを、これ取り寄せてるんですけども1年ぐらい前に取り寄せてるんですよこれ
画面も、ガラスになってるのかな、これは傷つきにくいように。で IPX 賞に変える基板もあるんですけども、これなんか難易度が結構高いんですよね。でプラス説明が何にもない、何にもないわけじゃないんですけども、英語で、ペラペラの紙が、2枚ぐらいのやつを、なんですかね、アリエクスプレスの購入ページから、印刷して自分でやってくださいみたいな感じですね。しかも全部英語で、あの YouTube で日本の YouTube、 日本語の YouTube でやってる人が誰もいなくてですね、あの海外のサイトで見るとやってる人に全部英語で説明してるからちょっとよくわかんないみたいな感じですよね。なんでちょっとあれですね、いろいろちょっと情報を集めて多分そろそろできるかなって感じですね。あのどの、チップコンテンツなのか、チップコンテンツは何個外さなくちゃいけないらしいんですよ。でそれでこっちの方の基板につなぐみたいな感じみたいなんですけども、それもだんだんちょっと見てて分かってきたので、あのできるかなって思ってます。なんでこっちの方はまたその修理の方ある程度熟練してきて治ってきて、いろいろ分かってきたらちょっとあの IPS 液晶化してみたい。一応こんな感じで8台、動作にしてみます。ジャンク品ですね。全部ジャンクなので何も映らないっていうのはちょっとあれですね、ちょっと悲しいですね。前は1台だけは動いてたんですけども、全部ダメになってしまいました。で修理済みのやつは、これです、交換済み修理済みのやつは、まあ、ちょっと後回しにして、直りそうなやつですね。で1台だけはこれ多分ダメなんじゃないかなと思いますね。あの電源ボタンしかつかない、画面が全然来ないっていうのはちょっとダメかなって感じなんですけど、他のやつはちょっと見直してみてなんか直るんじゃないかなっていうところもあるので、ちょっと順次ちょっと直していきたいと思います。一応こんな感じで今日はゲームギア8台の動作確認してみました。一応こんな感じでですね、普段ですね、ヤフオクですとか、メルカリ、あとハードオフ、あとはあの神奈川県民なので、近場にあるワットマンとかですね、あそこら辺とかに行って、ジャンク品購入してきたりしております。で結構、まあ、ジャンクなので、あの、まあ、外装なんだね、汚れてたりとかするので、分解清掃ですとか、あとはあの古いものなのでメンテナンスすれば、ちゃんと使えるっていうものもあるかなと思います。例えば電池切れで電池の交換しなくちゃいけないとかっていうのもあるかなと思って、壊れてなくて、電池だけ交換すれば普通通り使えるっていうのも結構あると思うんですよね。でそういったのですとか、あとコントローラーとかのメンテナンスして、普通に使えるようにしたりですとか、であとはもう今日みたいにこんな感じでガチンコにジャンクで壊れてるものを修理したりですとか、あと基本的には改造はあんまりやんない方だと思います。あのなんですかね、あの昔はスーパーファミコンの隣にボリュームラベル、ボリューム調整のやつをとっつけたりとかして、あの音量の調整、左右のやつですね、ステレオのやつ左右、ボリュームつけて、右左の音声を、イヤホンを挿して、調整したりとかっていうのもやってたりとかもしたんですけども、そういったのはもうやんないですね。貴重品なので、あの外装に穴開けたりとかそういうのはしない方向です。あのただあの外装を、外さなくて、元に戻せるような改造だったらば、なるべくじゃない、あのやってみたいなとは思うところもあります。あとはあの液晶ですよね、携帯ゲーム機で使うあのゲームギアなんかはあの液晶が見づらい、まあ見づらい、あのカラーになって、ゲームボーイなんかもあれですよね、初期のやつとかカラー、ゲームボーイカラーあたりとか、ゲームボーイアドバンスもあれですよね、液晶 見づらいですよね。ああいうのでちょっと長時間ゲームするっていうのはなかなか苦行に近い感じなので、ああいったのはちょっと交換してみたりはしますけれども、何ですかね、AV、ファミコンの AV 化はしないかな。やっぱなんかちょっと穴開けたりしたりするので、ちょっとそういったのはちょっとしないです。穴開けたり、あの外装に穴開けたりっていうのはなんかあんまり好きじゃないですよね。あの、元々のオリジナルの
あの携帯あの状態をきれいに保ちたいっていうのがあるので、そういった改造はあんましないかなと思う。そういったのはちょっとまあ他の方にちょっとお任せするみたいな感じで思っております。まあちょっと長々な話しすぎちゃったんですけど、こんな感じでまあ、ジャンク品ですね、修理関係このチャンネルではメインでやっております。でハードの、紹介ですとか周辺機器ですとかの購入の紹介をメインでやってて、サブチャンネルの方は今後の方はゲームソフトの方ですね、ゲームソフトの購入品紹介とか、あとはあれですね、プレイ画面ですね、そういったのをちょっとお見せしていけたらなと思っております。一応こんな感じのチャンネルなんですけども、チャンネル登録、グッドボタン、あとはコメントですね、アドバイスですとか助言ですとか、情報ですね、いただけると非常に助かります。一人ではなかなかちょっと集められない情報とかも皆さんの、協力でちょっと先に進めたりとかする場合もありますんで、非常に助かっております。あとはあれですね、購入品でこんなのがどこどこで安く買えたよとかっていうのはですとか、感想だけでも非常にありがたいと思ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。また頑張って動画作りますんで、ぜひ見に来てください。ではまた。